はようございます、なんか朝が爽やかですね。今朝の体重は 104.4、昨日に比べてちょっと増えてしまっております。というのも、いや昨日の甲子園はやばかったですよね。まあ、結果6対6引き分けなんですけれど、ジャイアンツにまず3点取られて、藤浪もまた打たれて6-0になって、これはもうダメだなと、まあ、3連勝は無理かと思っていたところが、まあなんと追いつき、今ちょっとこのところテレビのない生活をしておるんで、ナイターをラジオで聞いてたんですけど、もう興奮しましてね、その前の日は天禄で、大きい画面で見てたんですけれど、どんどんお酒が進むくんで、350の缶ビールで、同じく350の缶、あの黒ビールの缶ビール、そして350の梅酎ハイ、さらにもう一本500まで行ってしまいましたから、4本飲んでしまいましたね。でまたそうなると満腹中枢が破壊されるんでね、はい、ちょこっとだけ食べようと思ったおかき、最近そういうその手のものをトンと食べてなかったんですけど、結局やめられない、止まらないで一袋開けてしまうというようなことがありまして、なので昨日に比べると1キロほど増えております。 104.4 キロです。さあ、今日は夜に、毎日新聞松井有感編集長と久しぶりにほろ酔いニュース解説というのを午後7時からYouTube で生配信いたします。こちらのチャンネルではなく、天禄のスタジオの方のチャンネルでのオンエアとなりますので、ぜひそれまでにチャンネル登録をお願いいたします。ではラジオ行ってきます。夜は松井さんとの生配信、どうぞ YouTube でお楽しみください。